こんにちは。さあこんにちは。阿蘇では野焼きも終わり、これから外輪山も徐々に新緑に彩られ、うん、いよいよ春を感じられる時期となりました。バックボードもちょっと春を、ね、新しく装いもなりまして、はい、すごくいいですね。そして市長のネクタイも今日はちょっと春をイメージした。桜の季節ですから、ね、意識してこんなネクタイにしました、はい、とてもよくお似合いです。はい、今回のようこそ市長室は、先の阿蘇市長選挙におきまして見事4選を果たされました佐藤義興阿蘇市長に、これまでの市政の振り返りや4期目の抱負などについてお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。さて、阿蘇市誕生以来12年が経過しました、はい、佐藤市長はこれまで阿蘇市の行政運営の舵取り役として重責を担ってこられましたが、はい、これまでの3期12年を振り返っていかがでしょうか。あの当時はやっぱり合併をしたばっかりですから、はい、山頂村がいかに垣根を取り除き、うん、そして新しい阿蘇市を作っていくのか、うん、そういう大きな使命の中で住民の皆さん方のご意見をしっかりと聞きながら、うん、そして共に作り出す活力ある阿蘇を目指していこう、はい、そんな思いで今日まで取り組んでまいりました、うん、まあ、今回また新たにご信託をいただきましたので、うん、この4年間というものは災害からの復旧復興に向けて大事な仕事がいっぱいありますので、うん、それをぜひともやっていかなければいけないと思っております、うん、この12年間というのはそういう思いの中でいろんな市民の皆さん方の生活に直結したそういう事業が大事なんだということもあって、幹線道路の整備、いわゆる8メートル道路ですね、それから企業進出をしたり、あるいはいろいろビジネスチャンスになるであろう、また若い人ができるだけこの地に残っていくためには光ネット、光の整備をしなければいけない、うん、はい、イコールまたそこには安心安全な見守りということもありますので、うんうん、プラスお知らせ端末機も導入をさせていただきました、はい、それと同時に観光も大事ですから、うん、阿蘇の中心になる阿蘇駅の整備もやってまいりましたし、うんうん、また人の命を預かる大事な医療センターの新築もやってきたり、うん、あるいは学校の、より安全した安全なところで子どもたちがしっかりと勉強ができるように、うん、学校整備もやってきたりとか、うん、まあ、いろんなことをやってきましたけれども、うん、でもやっぱり大事なことは医療と福祉と、うん、そして学校人づくり、うん、これが一番の基本だと思っておりますので、うん、そこの基礎力がないとせっかく の新生阿蘇市も台無しになるであろうということもあって、うん、その辺をしっかりと意識をしながら今日まで取り組んでまいりました、はい、まあ、私が印象に残っているのは、ね、こちらにもありますけれども、この阿蘇ユネスコジオパーク、そうですよ ね世界認定もやはり印象に残っていますね、このこともこの火山が作り出してきた自然のすごい恵みですから、この地形をうまく活用しながら、そこにまた新しいなりわいがありましたので、世界に類もないそんなカルデラ地形、ぜひとも世界に認めていただきたい、世界のユネスコジオパークとして認定をしていただいたということも大きなことだと思っております。はい、まあ、今伺っただけでもですね、私たちの市民の生活、はい、まあ、より豊かに便利になった部分も多く気づかされましたが、はい、ただこの12年間の間には私たち2度にわたる大きな災害に遭いました、はい、まあ、辛い経験もしてきた阿蘇市なんですが、うん、今現在皆さん災害からの復旧復興に向けていろんな取り組みをされています、うん、そのあたりについてはいかがでしょうか。そうですね、やっぱり阿蘇の人はすごく強いなということを感じています、うん、それはこういう過酷な火山の中で先人たちが一生懸命築いてきた文化といい、うん、歴史といい、そういうものが4年前の水害によって、はい、壊されたり、うん、あるいは大事なものがなくなったり、うん、また昨年の4月16日の本震においても、はい、家屋が損壊をしたりとか、うん、上水道がまた崩れたりとか、はい、農地とか、うん、あるいは山々が亀裂が入ったりとか、
そんな中でもしっかりと向き合いながら、またこれは多くの皆さんのご支援も支えもいただきながら、一歩一歩力強く復興に向かっている、その姿をまざまざとこうやって見るとやっぱり強いなと。だからこの強さをこれからの将来の発展につなげるような、そんなあの復興につなげていけるように、またこれからの4年間というのは誠心誠意取り組んでいきたいという気持ちでございます、はい、あの特に今年はですね、復興元年とも言われていまして、これからの4年間阿蘇市にとって本当に大事な時期となってきますが、改めて4期目の抱負をお聞かせください、そうですね、まずあの、この前の選挙の時もそうだったんですけど、終わってからもそうです。自分たちの大切なあの幹線道路の57号線を早く復旧してほしい、もちろんあの新しくあの北側ルートもあの作っていただいておりますけれども、その前に57号線イコールそれは通勤通学にも関わるもう一つの JR の、 あの開通も早くお願いをしたいということと、農地とか観光とか農業とか、そういう意味の産業の再生、これを皆さんが早くということで思っておられますので、これがやっぱりあの最優先事項であるとあの思っております。その後にいろいろこれからも計画をされている環境省のあのマンキュスプロジェクトとか、あるいはあの観光資源にとって一番大事な阿蘇山の、あの火口ですね、これがせっかくレベル1になってますので、早く火口縁のところまで行けるように整備をしなければいけない、それと同時に新しい時代に向かって、火口周辺をやっぱ観光の復興の在り方というものを専門家チームで今いろんな関係の方と論議をし作っておりますので、早くそういうものが出来上がってプロジェクトチームとして一歩一歩あの確実に進んでいくような、そして魅力のあるものを作っていかなければいけない、そんなことも一つ思いながらあの生活支援もしっかりとやっていきたいと思ってますけれども、今市長からね非常に力強いお言葉をいただきました。あの今後の阿蘇市の取り組みに本当に期待しております、ありがとうございます、それでは恒例のクイズ、あちらのカメラに向かってお願いします、そうですね、あの今回はあの4年前の災害もありました。そしてまた去年の4月16日の本震もありました、10月に爆発的噴火もありました。もう災害続きの阿蘇市ですけれども、そんな状態の中でも絶対めげちゃいけないんだと、若い職員の皆さん方が一緒になって、そして人がつながり作り出すあの新しい阿蘇、そこには何々何々の世界を、というようなことで あります。その丸々というのが、ちょうどこの後ろの方にもそのヒントがありますので、見ていただいてどん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 応募していただければ、ありがたいと思いますし、やっぱりそういう世界を目指して我々はやっぱりあの力強くまた歩み出していきたいと思っておりますので、これが今回のクイズです、皆さんたくさんのご応募お待ちしております。ようこそ市長室、今回は先の阿蘇市長選挙で4期目を果たされた阿蘇市長に、これまでの姿勢の振り返りや4期目の抱負などをお伺いしました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で村上バラ園からバラの花束を2名様にプレゼントします。温泉の熱を利用したハウスで育てられたバラで長持ちするのが特徴です。5月の母の日に合わせて発送を予定しています。こちらはショッピングサイトアソモでも取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えを寄せください。締め切りは4月28日金曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。3択の問題で阿蘇市消防団がある大臣から感謝状を送られましたが、
その大臣の名前は、の答えは、1番の総務大臣でした。たくさんのご応募、お待ちしています。